皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイター、成ろゆきです。えー、サブチャンネル更新でございます。メインチャンネルの更新がね、ちょっと届ってます。えー、楽しみにしていただいている方々、いらっしゃいましたら申し訳ございません。あの、仕事がちょっと立て込んでおりまして、まだ時間かかるそうです。はい。もう少々お待ちいただければと思います。その間にこちら更新なんですが、えっ、ー、と、ライブ配信で先日ですね、ご紹介した、 アドビのフォトショップベータ版に備わっているジェネレーティブ塗りつぶし、ジェネレーティブフィルってやつですね。え、それについてご紹介をしました。え、ま、どういった機能かというと、え、AI で作っちゃってるやつですね。例えば今までこう、一部分のものを消したいと思って、え、それを消そうとしたときに、え、コンテンツに塗りつぶしっていう機能があったんですけども、え、それの精度が上がったプラス、そこに、もう、 適当になんか付け加えちゃいますよっていうことで、ライブ配信でデモンストレーションしたんですよ。ライブ配信では、その、城を作ったりとか、あとはなんか空を見上げてる女性を貼ったりとか、なんかそういう、えー、画像ですね、まあ、あと地面の風景を増やすっていうのもやりましたね。えー、そういったことをやっても、その、AI で、え、いろいろなものがもう作れちゃうので、便利になった反面、これは危ういぞと。 特にフォトコンテスト危ういぞと、えー、ローデータの提出義務付けないと見破れないぞみたいな話をしたんですね。で、SNS では、えー、今でもそういったフェイク画像ってと横行してますけど、それがさらにひどくなるんじゃないかみたいな感じの、えー、ことをその配信では言ったんですよ。まあ、もしよろしければこちらにですね、一応カード貼っときますんで、えー、見ていただければと思うんですけど。で、 その後ですね、そうは言ってもなんか対策ないのかなと思って調べたんですよ。で、自分でこう調べていたら、やっぱり同じことを思ってくれた視聴者さんがいらっしゃってですね、えー、こんな情報あるよみたいなのを教えてくれました。ので、今日はその AI 生成について、えー、こんな対策をしている会社がありますよっていうのをご紹介したいと思います。で、概要欄に今日紹介する記事ですね、全部貼っておきます。ので、 え、これ皆さんぜひ見てみてください。その、なんか、あ、写真の未来がう々かぬんかんぬんみたいな風に言う方もいらっしゃいますけど、やっぱりそれに対してね、便利になる反面、ちゃんと対策をしようとしている試みってのもあるんだよ、ということをご理解いただければなと思います。あの、アドビさんがですね、まあその、ジェネレーティブ塗りつぶしを作ったのはアドビさんですから、アドビさん自身がですね、ちゃんと対応策を考えているんですね。それがですね、 えー、コンテンツ認証イニチアチブってやつみたいですね。要はその画像に来歴機能っていうのを、えー、読み込めるようになるっていうのかな。要はどういう加工をしましたっていうのがもう全部見れちゃいますよという感じですね。ただまあこれは Adobe の Lightroom や Photoshop にはもう実装されているんだそうなんですが、私自身はまだ実は使ったことありません。はい。確認したこともないので、ちょっと見てみようと思いますけれども、 えー、そういったどういう金、どういうことを使ったのかっていう風に全部記録されるっていうことで、まあその画像がポーンと、例えばフォトコンテストで応募されてもそれをアドミの製品で開いたら、あ、これは何したやつだね、これはフェイクだね、みたいなのが分かっちゃうっていうことですよね。うん。えー、そういう機能がた、多分ね、私もチャット見ただけなので、一回見ただけなんで分かんないですけど、多分そういう機能が入っているみたいです。で、こういう機能を SNS 各社が 導入するかどうかっていうのがまあポイントみたいですね。で、そう、あと Google さんでその AI を使って作った写真に関してはえ AI で作りましたっていう透かしですね。それが入るようにできるみたいですね。で、これも SNS 各社多分まだ入れてないんじゃないですかだから SNS 各社がこれを入れてきたら その AI で作ったやつは AI で作りましたっていうスカッシュが必ず入るよみたいな感じで。まあ、これも安心の機能ですよね。それから、d、えー、アドビサンとニコンが実はパートナーシップ契約でカメラ繊維に来歴記録機能を搭載。これ Z9 に搭載したやつを参考出品しましたっていう2022年の記事なんですけども、これ今の その後発売された Z9 とか ZFC ブラックとかにこれが付いてるのちょっとわかんないんですけどね。こういうの取り組みをされているそうです。で、えー、最後に欧州カメラの、欧州ソニーですね。欧州ソニーだから日本のソニーは違うのかなカメラに偽造防止技術を導入、α74 から利用可能にっていう記事もあります。だから、なんだかんだでやっぱりね、えー、各社っていうか、い、え、ろ、ー、んなメーカーさんでそういった取り組みをしてくれてるんだなと。 で、私もあの、よく見たらですね、そのなんていうか、カメラに、の中にも、メニュー機能の中にも、著作権とか、作成者とかを入力するところあるじゃないですか。あそこは私、あんま使ってなかったんですけど、あれ使った時は自分が出した画像には必ずそれが入るってことなんでしょそのフェイクを、画像というか、その処理していく過程でそれが消えるかどうかってちょっとわかんないし、消せるものなのかどうかもわかんないんですけど、えー、そういう自分自身でこの防止することって、 あんまりやってなかったなって今回の件で思ったのは事実ですね。だから、あのー、その、ライブ配信でお見せしたジェネレーティブ塗りつぶしまあ、機能ありますよと。で、こういった取り組みしてますよと。でも実際それを活用するかどうかっていうのは我々っていうところもあるので、ぜひこの動画を見ている皆さんにはですね、えー、まあ一緒に勉強しましょう。一緒に勉強していただいて、あ、こんな機能あるんだ。俺全然使ってねえや。っていうのは、 我々のその一人一人の観点から見直していくべき問題なのかもしれないですね。問題って言っちゃいけないね。えー、そういう時代なんだっていうふうに感じています。うーん。ねえ。<laughs> 難しいですね。だから、まあ、今回、まあ、私の動画ではね、こうやって情報発信することしかできないので、なんか問題提起がどうのとか愚痴いるつもりもってないんですけど、まあ、こういうのが、えー、 まあ、えっ、ー、と、ライブ配信で、一応メインの議題としてやったのが、フォトコンテストですね。フォトコンテストの応募の時に必ずその著作権入力した画像をくださいとか、えー、そういった項目はないですし、それから、えっ、ー、と、コンテンツ認証イニチアブシブを、まあ、Adobe さんのソフトで使えるんあれば、えー、それを使って、えっ、ー、と、検査をするので、フェイク画像わかりますよ、みたいな、 え、の、ま、記載するべきかどうかわかんないですけど、そういった記載があるのかもどうかもわかんないし、アドビ以外の製品で画像処理したら、ま、天体写真、天体写真は大丈夫だと思うけど、ま、その、アドビの商品以外ですね、フォトショップ以外の画像処理ソフトでやったときは、そういう来歴機能を使えないはずですから、ま、ちょっと細かいこと言うとまた複雑になるのでやめときますけど、 なんかね、えー、そういう取り組み必要なのかな、みたいなふうに思います。ただ、これがその、一般的に認知されて、いよいよみんなこれを導入しましょうと。まあ、これがその、フォトコンテストをやる上で、まだですよっていうふうな、その体制が整うまでは、やっぱり自分はロー画像は提出したゃがいいんじゃないかな、っていうのが正直なところですかね。うん。ということで、ひとまず、えー、ここ、今日の動画はここまでにしたいと思います。あの、 ライブ配信でね、言った、問題定義でも何でもなくて、えー、こういうことがありますよっていう、現在の状況を報告した配信でしたけど、その後、まあ、プラスの要素っていうかね、どうしてもそのマイナスの面ばかりがこう、出てきてしまうような配信でもあったので、実際やってるとこ、ちゃんとやってることがありますよと、写真業界の未来は、まあ、暗いことばかりではないんだなというふうに一緒に考えていただいてですね、えー、我々、私と一緒にですね、まあ、この、えー、著作権なり、 えー、AI 生成なり、えー、きっちりと写真を楽しむものとして、知識を身につけて、えー、付き合っていこうではありませんか、ということを考えたわけです。はい。ということで、なんか、あのー、私の今の説明におかしいところがあったりとか、あその、えー、もしくは、こんなのこともありますよ、とか、あと、実際現状でね、えー、カメラ機能でこういうことをやれば、うんぬん感ですよ、みたいな。そんな、えー、豆知識お持ちの方、 いいらっしましゃまたら有識者の方々、ぜひコメントをお寄せいただければと思います。はいそれでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねーどうもー。